幼児教育課教科調査官国母徳子です。教育家庭科教科調査官斉藤博信です。ここでは架橋家のカリキュラムに関する取り組みについてお話しします。別の動画でも説明をしていますが、架橋家のカリキュラムについて園小学校で進める際には、架橋家のカリキュラム開発会議の方針を受けて幼保小の先生が共同して進めていきます。新しくゼロから作り出すというよりは、自治体が行う開発会議で架橋家のカリキュラムの方針に基づいて、幼保小でさらに具体化し、具体化した架橋家のカリキュラムに基づいて園や小学校が教育課程を編成、指導計画を作成していきます。幼稚園、保育所、認定こども園等の実態や特色に応じて作成することが大切なので、まずは何を共通の視点とするのかといった話し合いがとても重要です。その際、1から6の項目例を参考にしていただくと、幼保小の先生が話しやすいのではないかと思います。大事なことは、カリキュラムを作成していくプロセスでの話し合い、語り合い、対話を大事にしていくことです。互いに感じていること、考えていること、思いを生かしたカリキュラムになるといいですよね。具体的には各フェーズにはどのようなことに取り組んでいけば良いのかが示されていますので、これを参考にしながら進めていけると良いです。幼稚園、保育所、認定こども園、小学校の先生が一緒に架橋家のカリキュラムについて考えるとき、話し合いや語り合いを通して互いに理解を深めていくためには、先ほどお話しした共通の視点を持って協議をしていくことが考えられます。しかし、共通の視点と言われてもなかなかピンとこないように思います。共通の視点のイメージが湧くと、現場の先生もカリキュラム開発について考えやすいのではないでしょうか。その共通の視点を具体的にどのように考えていけば良いのでしょう。手引きでは、共通の視点として考えられる項目例として、1、期待する子ども像、2、遊びや学びのプロセス、3、園で展開される活動、小学校の生活化を中心とした各教科等の単元構成等、4、指導上の配慮事項として先生の関わり、子どもの学びや生活を豊かにする園の環境の構成、小学校の環境づくり、5、子どもの交流、6、家庭や地域との連携を挙げています。ここでは1から4について説明します。これまでは5歳児と1年生それぞれに考えていたことを、子どもの姿や発達などのつながりを意識して一緒に考えていくことが大切です。例えば1、期待する子ども像で考えてみましょう。各園や小学校には教育目標があります。そこにはどのような子どもに育ってほしいのかという願いがあるかと思います。そこで開発会議の方針を受けて、幼保小の先生が自分の園や小学校の子どもの姿などを出し合うことによって、架橋家を通じてどのような子どもを育てたいのかを共有することが大切です。互いに共有されていくと、園での遊びや生活においてはどのような姿がどのような資質能力を育んでいるのか、それが小学校での各教科等の指導を通じて育成を目指す資質能力にどのようにつながっていくのか、理解を深めることができるのではないかと思います。これは共通の視点の例の工夫のイメージ例です。共通の視点について、子どもの姿や発達に応じた次のようなつながりを意識して、幼保小の先生が一緒に考えて具体化していきます。例えば、子どもの姿や発達を踏まえ、遊びや学びのプロセスをどのように深めていくのか、園で展開される活動や小学校の生活化を中心とした各教科等の単元構成等をどのようにしていくのか、そのため先生の関わり、環境の構成や環境づくりとしてどのような工夫があるかです。そうですね、子どもは5歳児から1年生になったからといって急に変わった存在になるわけでなく、5歳児の前の0歳から1、2、3、4歳児から5歳児へ、そして1年生以降も発達や学びは連続しています。発達や学びの連続性を意識することが大切です。例えば、共通の視点 ② の遊びや学びのプロセスでは、諸感覚を通した
体験を重ねていきながら、次第に過去の体験とのつながりの中で、遊びを通して新たな気づきを得ていきます。そして、幼児期の経験をもとに、自覚的な学びへと向かっていきます。小学校でも体験は重要ですが、言葉や数字なども使い、各教科等の特質に応じた授業を通して、何を学ぶのかという意識を持って学んでいきます。3の園で展開される活動と、小学校の生活科を中心とした各教科等の単元構成等では、遊びを通した総合的な学びから生活科を中心に、効果的、関連的な指導へつながっていきます。4の先生の関わりでは、幼児と先生との関係を中心とした関わりから、次第に子ども同士をつなぐような関わりへと多様になっていきます。また、環境の構成、環境づくりでは、先生は一人一人の幼児が安心して遊ぶことができるように環境を準備します。そして安定して遊ぶことができるようになってくると、幼児の思いの実現や遊びの発展に配慮した環境を整えていきます。小学校では自分の力で学校生活を送り、自覚的な学びを生み出すような環境に配慮します。このように共通の視点から考えていきます。次のスライドから具体的に例を挙げてお話しします。共通の視点、2の遊びや学びのプロセスについては、具体的にどのようなことを協議していくといいでしょうか。そもそも遊びを通して幼児に何が育まれているのかということは、単に遊んでいるという行為を見ただけでは理解しにくいものです。遊びは幼児にとっての学びであり、幼児は遊びを通して様々なことを学んでいます。園における遊びを通して幼児がどのような学びを得て深めているのか、小学校での各教科等における授業はどのように展開し児童が学びを深めているのかについて相互に理解することが大切です。小学校における学びは児童が学ぶことへの意識があり、各教科等の学習内容について授業を通して学んでいきます。また個別の学習活動だけでなく共同的な学習活動ができるようになっていきます。小学校では遊びの重要性についての理解、その遊びを通して様々なことを体験し学んでいるという幼児期の経験を小学校の学習や生活に生かしていくことが大切ですね。でも遊びを通して何をどのように学んでいるのかというプロセスは捉えにくいように思います。夢中になって遊んでいるなということはなんとなく見てわかりますが、こうした幼児の姿に遊びのプロセスがあるのでしょうか。左の写真をご覧ください。幼児2人が物を転がして遊んでいます。幼児は保育室にあった板積み木や幼児用の椅子を持って使って物を転がして遊びたいと思い遊び始めています。ここからもう少し読み解いていくと、右の図のように最初はこれを転がしてみようと思い、やってみたいなという思いから始まり、繰り返して遊んでいます。繰り返して遊ぶ中で、幼児なりに発見し、友達と一緒に遊ぶ中で、こうしたらどうなるかな、次はこうしてみよう、など目的を持って遊ぶようになり、より面白さを追求していくというように、遊び方が変化していきます。違う素材で転がしたらどうなるだろう、板積み木のシャドウを変えたらどうなるだろう、など友達とアイデアを出し合いながら試していく、こうした活動を通して転がる仕組みに気づいたり、気づいたことをもとに考えたり、いろいろなことを試したいと思ったりするなど、幼児期にふさわしい形で資質能力が育まれていきます。これが幼児期の遊びのプロセスのイメージですが、小学校の学びのプロセスはどのようなものでしょうか。小学校の生活科における学習のプロセスでは、一連の学習活動のまとまりとしての単元の中で、体験活動と表現活動とが繰り返されることで、児童の学びの質を高め、資質能力を育成していきます。教師の指示からではなく、児童の思いや願いから始まる活動や体験を通して、感じたこと、考えたことを伝え合ったり、振り返ったりして表現する。こうしたプロセスを基本にして、単元にふさわしい、展開を作ることが重要になります。思いや願いから始まるという部分を大事にしている点は幼児教育と同じですね。そうですね。生活科においては
学習の導入場面の工夫として、子どもの思いや願いを大事にしています。そして具体的な活動や体験を通して、児童が感じたり考えたりして、単元の終わりには表現する、行為するのように、授業では伝え合うこと、振り返ることも大事にしています。生活科では、体験活動と表現活動を繰り返すことが大事で、自分が気づいたことや考えたことの伝え合いを通して、お互いの気づきが共有され、学びの質が高まっていくのです。児童同士が伝え合うことで、共同の行為も生まれているのです。他の教科等での学びのプロセスはどうでしょうか？各教科等においても、それぞれの教科等の特質に応じた学習のプロセスを重視しています。共通の視点である遊びや学びのプロセスから、養護小の先生が話し合うことによって、つながりが見えてきますね。また、子どもの発達に応じて、そのプロセスが少しずつ変化していくこと、急にプロセスが変わるものではないといった理解も深まりますね。では、3の園で展開される活動における小学校での学習や生活を踏まえた幼児教育の工夫ではどのようなことが大切ですか？やはり小学校での学習や生活を見通すことが重要です。そして児童がどのような課題に直面する可能性があるのかを知ることも大切です。ここでは学習の視点から小学校における課題等の例を挙げています。こうした課題を克服するためには小学校教育の前倒しをすることではなく、将来の学びにつながる幼児の体験、この体験を幼児期にふさわしい形で実現させていくことが大切です。具体的にはどのような工夫が考えられるのでしょうか？例えば、小学校教育における課題の例として、語彙量を増やすことなど基礎的な知識・技能の定着が考えられます。幼児は園での遊びや生活の中で触れる様々なもの、行動、感情を言葉にすることなどで言葉が豊かになっていきます。つまり、幼児の体験したことや感じたことを先生が代弁したり、違う言葉に言い換えたりすることで、幼児は様々な言葉に触れることになります。この時に大切なのは、言葉を教えるということが先にあるのではなく、幼児の興味や関心に応じることです。幼児から、先生、雨と声をかけられた時に、その時の雨の状態を指して、ザーザーと降ってるね、しとしとと降ってるね、などと返しながら、雨音を一緒に聞くことなどが考えられます。こうした先生の言葉かけの工夫等により、幼児が雨の降り方に興味や関心を持ち、ザーザーとかしとしとという言葉について実感を伴った理解へとつながる基盤となることでしょう。これは一つの例ですが、幼児期のこうした豊かな体験、つまり幼児が諸感覚を働かせ体験を通して学ぶこと、これが小学校の学習において学習意欲や実感を伴った理解につながります。そしてつまずいても理解できた時の達成感を思い出して繰り返し学んだり、学んだことを実生活の中で活用したりすることにつながります。小学校ではどのような工夫が考えられますか？また小学校ではスタートカリキュラムというのがありますが、これについても教えてください。小学校では幼児期の体験や園での遊びや生活を踏まえ、指導を工夫することが大切です。幼児期の体験をどのように生かしていくのかが重要です。そして、幼児期の教育における遊びや生活を通した学びと育ちを基礎として、小学校では主体的に自己を発揮しながら学びに向かうことが可能となるようにするためのスタートカリキュラムの充実が求められています。スタートカリキュラムは、幼児期の発達や学びを理解した上で、児童が安心して学校生活に慣れ、自らの力を発揮しながら主体的な学習者として育っていく過程をデザインすることが重要です。幼児期においては、園生活の一日の流れの中で夢中になって遊んだり、活動の区切りに振り返ることで、次の活動に期待を持ったり、しなければならないことを自覚化したりすることなどを大切にしています。小学校においても、幼児期のこうした学びと育ちを土台とし、児童が興味関心を持ったことを個々のペースで追求していけるような、ゆったりとした時間の流れの中で、
少しずつ小学校に慣れていくようにします。例えば、入学当初の授業を45分と限定するのではなく、10分から15分程度の短い時間で時間割を構成したり、児童が自らの思いや願いの実現に向けた学習をゆったりとした時間の中で進めていけるようにすることが考えられます。また、生活化を中心に合化的、関連的な指導の充実を図ることで、生活化における学習活動が他教科等での題材となったり、生活化で身につけた資質能力を他教科等で発揮したり、他教科等で身につけた資質能力が生活化で発揮されたりして確かに育成されるなど、一層の学習の効果が期待できます。例えば、アサガオを栽培する学習活動では、これまでの経験を生かしたり、対話したりすることを通して、植木鉢や土が必要なこと、種まきでは優しく土をかぶせること、毎日水やりをすること、たっぷりと太陽に当てることなどを学んでいきます。そして、アサガオをじっくり観察することで、アサガオが成長していくことに気づき、アサガオの育つ場所、変化や成長の様子に関心を持って働きかけていきます。こうした学習活動を通して、児童はアサガオにより一層親しみを持ち、大切に育てたいという児童の思いや願いが、言葉、絵、動作、劇にして表現するなどの多様な方法で表現していく気持ちにつながります。それは、国語科、音楽科、図画工作科、体育科などにおける学習活動の動機づけとなったり、題材となったりします。スタートカリキュラムを編成する際には、子どもの成長の姿を月や週ごとの単位で明らかにしたり、成長の姿に適合するように、合化的、関連的な指導の工夫により、単元を構成し、配列したり、その単元計画に基づいた学習活動を、週案として時間配分したりします。スタートカリキュラムでは、一人一人が安心感を持ち、新しい人間関係が築けることを狙いとした学習活動、効果的、関連的な指導による生活化を中心とした学習活動、教科等を中心とした学習活動というように三類型に分類することが考えられます。こうした三類型に分類した学習活動を重点の置き方を考えて月や週ごとの単位で配列していきます。これは週案を作成する際に意識するポイントともなります。例えば、子供一人一人が安心感を持ち、新しい人間関係を築くことを狙いとした学習活動として、朝の会から1時間目を連続とし、幼児期に親しんできた遊びや活動、交流する活動などを時間割に位置づけます。具体的には、登校して支度を自分のペースで始めたり、友達と関わりを広げたり、自分の良さを発揮したり、リズムに乗って体を動かすことなどを一日のスタートに取り入れることが考えられます。また、合化的、関連的な指導による生活化を中心とした学習活動として、学校探検などをきっかけに、子どもの思いや願いの実現に向けた主体的な学習となるように時間割を計画します。週案では、学校探検の実施時期とつながるように、国語科で丁寧な言葉と、普通の言葉との違いに気をつけて使う、算数科で物の形や数を認識する、図画工作科で好きなものを描く、体育科で遊具遊びをするなどの学習活動を位置づけます。また教科等を中心とした学習活動では、入学当初の子どもの学習に対する期待感を活かし、自覚的な学びにつなぐために教科等の学びの時間を時間割に位置づけます。その際、他教科等の指導の際に生活化との関連を意識したり、10分から15分の短い時間を活用した時間割を構成したり、具体的な活動を位置づけたりします。このように、週案を作成する際に意識するポイントを踏まえることで、子どもは安心して学校生活に慣れ、自らの力を発揮しながら主体的な学習者として育ち、学びも深まります。4の指導上の配慮事項、先生の関わりではどのような話し合いが考えられますか？先生の関わり方は、子どもの発達等に応じて関わり方の変化はあるものの、基本的な考え方は同じです。先生はどのように関わっているのか、先生がどのような役割をしているのかについて、互いに理解し合うことが大切です。
先生は子ども同士の考えをつなぎ、子どもと共に創造することや、多様な子ども一人一人の可能性や活躍の場を引き出す集団づくりという視点は共通していますね。幼児教育の先生は3歳児と5歳児で関わり方は違いますか？3歳児では入園当初、先生は幼児が安心できるように、よりどころとなるように一人一人に応じて関わります。次第に他の幼児との関係が広がっていくと、疑問やヒントなど対話を通して幼児の考えを促したり、意欲を引き上げつつ任せるといった関わりをしたりします。また、善悪や他者との関係のモデルを示す関わりもします。小学校の先生の関わりについても教えてください。入学当初は子どもにとって生活する環境が大きく変わるので、一人一人が安心でき、成長や自立を支えるような関わりが大切です。子どもと一緒に活動を楽しむ、子どもの目線で話を聞くなど、一人一人が自己を発揮できるようにします。授業では各教科等狙いを達成するために、子どもと学習対象と関わりが深まるような声かけをしていきます。生活科の授業で考えてみると、気づきをもとに考えることを促すような関わりです。具体的に、見つける、比べる、例える、試す、見通す、工夫するなどです。さらに、気づきの質の高まりを促す関わりもしています。具体的には、伝える、交流する、振り返るなどです。こうした先生の関わりによって、子ども自身が自らの学習を振り返って、次の学習に向かうことができるようにするためにも、子どもが様々に表現する思いや願いを共感的に捉え、一人一人の多様な学びや育ちを読み取り、良さを発揮できるようにしていくことが大切です。ここには、園、小学校、それぞれの先生の役割が示されています。園の先生は、幼児にとっての教材である環境を構成する役割や、環境の下で幼児と適切な関わりをする役割があります。幼児と適切な関わりをする役割の1点目は、幼児が行っている活動の理解者です。集団における幼児の活動の意味を捉えることです。そして2点目が、幼児の共同作業者、幼児と共鳴するものです。幼児は自分の思いを全身で表現します。幼児に合わせて同じように動いてみたり、同じ目線に立って物を見つめたりすることによって、幼児の活動が活性化し、先生と一緒にできる楽しさからさらに集中して取り組んでいきます。3点目は、憧れを形成するモデルです。先生のようにやってみたいという幼児の思いが、事物との新たな出会いを生み出したり、工夫して遊びに取り組んだりすることを促します。3点目は、憧れを形成するモデルです。先生のようにやってみたいという幼児の思いが、事物との新たな出会いを生み出したり、工夫して遊びに取り組んだりすることを促します。幼児は先生の日々の言葉や行動する姿をモデルとして多くのことを学んでいきます。4点目は、遊びや課題解決の援助者です。一人一人の発達に応じた援助のタイミングや援助の仕方を考え、自立心などを養うことが大切です。先生がすぐに援助することによって、幼児が自ら工夫してやろうとしたり、友達と助け合ったりする機会がなくなってしまうこともありますので、先生がすべてを手伝ってしまうのか、ヒントを与えるだけで良いのか、またいつまで援助するのかなどを考えて援助します。小学校の先生は安心を生み、成長自立を支える人的な環境として、児童と一緒に活動を楽しんだり、児童の様子を温かく見守ったり、児童の目線で話を聞いたりするなど、園の先生の役割との共通性があります。幼児の自発的な活動である遊びを通した学びを旨とする幼児教育における先生の幼児への関わり方について、小学校でも適宜取り入れながら児童と関わることが大切ですね。そして次の点に留意して、授業改善を図ることも大変重要です。1、各教科等の資質能力を育成することを目指した授業を行うこと。2、単元や題材など内容や時間のまとまりを見通して授業を行うこと。3、
各教科等の特質に応じた見方考え方を習得、活用、探究という学びの過程で働かせることを通じて、より質の高い学びにつなげること。丸4、基礎的基本的な知識及び技能の習得に課題がある場合には、その確実な習得を図るようにすること。このように、先生の果たす役割についても、幼保小の先生が相互に理解を深めることができそうですね。ここでは、共通の視点の丸4、指導上の配慮事項、環境の構成、環境づくりのイメージを示しています。幼児期の教育が遊びの中での学び、小学校教育が各教科等の授業を通した学習という違いがありますが、それぞれに人との関わりと物との関わりという直接的具体的な対象との関わりの中で行われることは同じです。環境の構成、環境づくりについて、子どもにとっての教育的価値の視点からその共通性の理解を深めるとともに、子どもが学びを深めていくことができる環境のあり方について協議を深め充実を図っていくことが大切です。園と小学校では施設や室内環境、時間の区切り方などが異なっていることに関する理解も必要です。幼児期の教育は環境を通して行う教育を基本としていて、先生に支えられながら幼児が自分の力で生活を作っていくことができるように環境を構成していきます。小学校教育においても、児童が安心感を持ち、自分の力で学校生活を送ることができるように、児童の実態を踏まえること、人間関係が豊かに広がること、学習のきっかけが生まれることなどの視点で、学習環境を見直すことが大切です。幼児教育における教材としての環境とはどのようなことでしょうか？幼児にとっての学びである遊びは、環境との関わりが深まることで充実していきます。そのため、幼児が関わる環境、例えば人、物、出来事、時間、空間等のすべてが幼児にとっての教材となり得ます。幼児の主体的な遊びを大切にしつつ、その幼児にどのような成長を願うのかといった先生の意図を環境に込めていきます。例えば、色水遊びで幼児が色の美しさや微妙な色の違いに気づけるようにしたいと考えるからこそ、色がよく見える透明な容器を準備します。こうした教材には先生が準備するものもありますが、先生と幼児が一緒に作るものもあり、様々です。幼児が関わる環境のすべてが教材となる可能性を持っています。園における子どもにとっての教材である環境をどのように提示するのかといった工夫などについて、小学校でも適宜取り入れていく必要があります。小学校では授業等で扱う学習教材だけではなく、休憩時間等に子どもが関わる環境、例えば掲示物や朝顔などの教材の置き場所なども子どもの学びに影響する環境、言い換えれば子どもにとっての教材であることを再確認し、その教材感を広げていくことも大切ですね。小学校の教室に掲示物がありますけれども、児童の作品を飾るほか、何か留意していることはありますか？そうですね。児童の言葉を掲示物にして、文字で共有することで、個別の学びが共同の学びにつながっていきます。例えば、児童が授業で秋らしさを探す活動をしたとき、児童が秋の自然物との関わりを通して、葉っぱの周りがギザギザしていた、触ったらふわふわしていたなどの気づきがありました。それを掲示することで、互いの児童の感じたことや考えたことが掲示物の文字によって共有されます。そして相手の気づきと自分の気づきを比べたり、そこで得た情報からさらにもっと秋を探してみたり、冬になったらどうなるかと予想したり、見通しを持ったりするなど、秋の自然物というものとの関わりを通して気づきの質が高まることにつながります。ものとの関わりでは、園では生き物や生き物が住んでいる環境に興味や関心を持って関わることができるように環境を工夫しています。一人の幼児が見つけたダンゴムシを保育室で飼育し、みんなが興味関心を持って見られるように置いておきます。そこで気づいたことを先生や友達に伝え合って共有したり、また探しに行ったり、どこにいるのか調べたりするなど、
もっと探したい、もっと知りたいという思いを抱くようになります。こんな風に子供の姿や発達に応じて、先生はどのような意図を持って園での環境の構成、小学校での環境づくりをしているのか、養護所の先生が互いに理解を深めていくと面白いと思いませんか？ここまでカリキュラムにおける共通の視点を中心にお話をしてきました。少しイメージが湧いてきたでしょうか？こうした共通の視点をもとにした話し合いのために、養護所の架け橋プログラムの実施に必要なことについて、園・小学校での具体化の進め方のイメージを参考に進めていきます。養護所の架け橋プログラムの実施に向けて、養護所の先生の話し合いができる体制を整え、養護所の先生で構成される合同会議では、話し合いが活発になされ、互いの理解が深まっていくことを期待しています。